性格傾向数級の人々はリーダーシップの要素を持っておりその雰囲気を感じさせます彼らは仕事場でも自分の仕事だけでなく他人の仕事にも積極的に関与します彼らは必要な仕事があれば自発的に取り組む傾向があります性格傾向数級の人々とうまく接するためには 相手をリーダーダととして扱うことが重要です彼らは自分が主導権を握ることに慣れており他人が自分をリーダーとして認めることを望んでますそのため彼らとの関係では相手のリーダーシップを尊重し協力的な態度を持つことが重要ですまた性格傾向数級の人々は他人との協力やチームワークを重視します 彼らは他人との関係を築く際において信頼と協力を大切にします。そのため彼らとのコミュニケーションや仕事の進め方では協力的な姿勢を持ちチームの一員として協力することが重要です。性格傾向数級の人々は人間関係において温かさと思いやりを持っています。彼らは他人の感情やニーズに敏感であり 助けを必要としている人をサポートすることに喜びを感じますそのため彼らと接する際には思いやりを持ち他人の意見や感情に対して敏感に対応することが大切です